ポストのエチュードですね。最初のところはドミラド、まあ、シャープがついてますけれども、音がこれ A というコードの和音を形成しています。その後はミからレのシャープ、レドというように半音階のスケール、半音階のスケールと普通の低音のスケールが並んでいます。こういう場合には和音を形成している場合にはアルペジオで弾いた方がいいのではないかという考え方を持って、見る必要があります。最初のところを弾いてみますと、普通に単音で弾きますと、こうなるわけですね。でこれを前の音を残そうとする和音なのだから弾かせた方が綺麗です。そう考えますと、これをミの音は和音しません。そしてこのミの音を残して2弦でラを弾いて、そのラを消さないミドを弾く。こうやった方がこうやるよりいい、そういう考え方があります。この後はこれぐらいにしておきます。